どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら。まず一つ目がですね、こちら。330円の特装戦隊デカレンジャーのパチンコですね。まあ、正式名称は後で調べますけど、まあ330円っていうね、結構安い価格だったんで、ちょっと買ってみました。はい、ちょっと遊んでみたかったんで、このパチンコ台ね。で、最後二つ目がなんとこちら、衝撃330円のキバットベルトです。本体だけですけど、ちゃんとベルト止めもね、ついてるっていうのが結構今回いいなと思ってね。まあ300円なんでね。まあ、買おうと思って買いましたが、これでキバットベルト4個目ですね。ではね、こちらの中古玩具開けて状態確認、動作確認していきたいと思います。あ、一応ね、これ電池が単一ってやつで、ね、めっちゃでかいやつなんですけど、実はパナソニックのやつでね、僕1個だけね、新品残ってたんで、ちょっとこれ使いたいと思います。はい。ではまずはこちらのキバットベルトから見ていきましょう。まあ本当にね、今回この本体だけしかなかったんですけど、フエッセル等は、ね、ついてないんですよね、今回。ただ、ベルト止めがね、何気にちゃんとついてるっていうのが驚きですね。はい。で、本当にベルト本体と、キバットバットだけなんですよね。はい。で、キバットバット本体の状態とかも、まあ一般的な中古の見た目って感じで、普通にガシガシ遊んでたんだろうなっていう見た目ですね。まあだからこれこそ本当にもうガシガシ遊ぶよっすね。僕、キバットベルト、これ含めて4匹目なんですけど、そのうち1匹はもう本当にこれですね。ガシガシ遊ぶようです。はい。本気でガシガシ遊ぶよ。うん。で、羽の可動とかも特に問題ないんですが、羽のね、開閉が結構しっかりしてて、全然プラプラしないんだよね。うん。これいいね。はい。全然カチャ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 しないんで、いいですね。顎の可動とかも特に問題なさそうなんで、いいですね。フエッセルとかホルダーは僕ね、結構、今まで買ったね、キバットバット3体あるんですけど、それで結構いっぱい大量に持ってるんで、まあ別に今回は全然ついてなくても OK です。まあ最近だとね、レジェンド変身ベルトシリーズでね、キバットベルト出ましたけど、やっぱりね、デラックスの方がね、光ったりするのはやっぱ、デラックスのキバットの方がいいんじゃないかなっていう風に思っちゃうんですよね。まあでも、レジェンド版のキバットベルトも音声が進化してるんで、そこら辺も踏まえて、まあ、ちょっとね、安売りとかされたら欲しいなって感じですね。ではこちら電池入れたんで音声確認もしていきましょう。俺様は上機嫌だぜ。はい、上機嫌モードで、今忙しいんだ。の、不機嫌モード。2パターンの音声がね、これ入ってるんですけど、まあ、今回はこのちょっと不機嫌モードでね、やってみたいと思います。変身。はい。変身完了と。いいですね。このシンプルさがなんか逆にやっぱいいよね。キバットってね、結構騒がしいようでシンプルだからね。変身手順は。こう、口をね、カチャッと開き切ることもできるんですが、中にね、この貼ってあるこのシールの部分とかも、あ、今回結構綺麗ですね。前のやつはちょっと破れかけてたりとかあったんですけど、めっちゃ綺麗ですけど、ちょっと剥がれかけてんのかな。うん。でもまあシールが剥がされたりとかもしてないんで、これはこれでいいっすね。一応ね、僕シールが剥がされた状態のやつもあるんで、なんかいいっすね。で、今回このフエッセルがなくても、ここのね、スイッチを押すことによっていろんなフエッセルの音声を聞くことができるんで、ちょっとやってみたいと思います。はい、ブルーに発光、いいですね。ロッカーハンマー、ロッカーハンマー、はい、不機嫌モードなんでね、こういうやる気のない声で呼んでくれるって感じですね。ダルルセイバー、キャッスルドラ、ほら、全然違うよね。やる気のある声とやる気ない声ね。バッシャーマグナム、バッシャーマグナム、ほら、違いがわかりやすい。バッシャーマグナムの音声めっちゃ好きなんだよな。バッシャーマグナム、めっちゃかっこいいよね、なんか。かっこよい。まあでも一応動作は問題ないってことで良かったですね。まあでは最後はあれやって終わりましょう。ダルルセイバー、ボッショーマグナム、ドッカハンマー。
はい、やる気のない声でのこのトリプルチェンジですね。以上。はい、最後はこちらの特装戦隊デカレンジャーのアタックパチンコ見ていきましょう。はい、こんな感じで状態はね結構悪い方なんですよね。黒い台座がね2個欠品してたりとか、プラスチックが溶けかけてたりとか、ちょっとね状態は結構悪いんですけど、ちょっとね遊んでみたいなと思ったんで買ってみた次第ですね。僕ねこれ最初電池入れたんですよ。これ単一電池って言って、もういっちゃんでかい電池だったんですけど、それ入れたんですけど、これね全く動作しなくて最初光るだけだったんですよ。でこの電源スイッチとか特になくって、ここをねひねるともう普通に自動的にもうパチンコの玉が飛んできたりとか、そういうギミックがあって遊べるんですけど、最初電池入れてこれひねったら光るだけなんですよ何も動かなくて遊べない状態だったんですけど、うわ遊べないのかと思ってこうカチャ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 ひねってたら急に動作し始めて普通に遊べます。はい、結局遊べました。なんでちょっとね遊んでみましょう。ちょっと見づらいけどね、ちゃんとこうやって玉がこっからポンって出てきて、ほらこういう感じで遊ぶことができると。はい、こんな感じで遊ぶことができると。でここにね詰まった玉をこの裏面の白いところをこう触ると、はい、動かすこともできると。結構ねいいです、これめちゃくちゃ楽しい。ただ音がめちゃくちゃうるさいそれだけが本当に問題点で、夜とかには全然遊べないっていう欠点はありますけど、まあでも本当に遊びとしてはめちゃくちゃ楽しくって、おもちゃのパチンコってこんな感じなんだっていう風にね思いましたね。ちゃんとここも動くからね。あれだな、ちょっと寝かすと弾が飛んでこないね。ほら飛んでこないわ。ちゃんと立てないと飛んでこないですね。はい、まあ本当にでも全体的な状態まあ結構悪いんですけど、シールがね剥がされたりとか一切ないんで、そこは結構すごいなって思いましたね。うん、ちゃんとねシールとか本当に一切剥がされてないんですよね。ここら辺とかね、こことかこことかね。はい、今回紹介したのはこちらの中古玩具でした。では次の動画まで、バイバイ。